あの緑の女から感じる気配、この空間で一番大したことないはずだが、なぜか一番違和感を感じる。別にこだわりはない、執着もない、どうせこの我の巨像を破壊するのは不可能なのだから。この空間を維持する我の巨像には実体がない、この像に触れられるのは我と両面のガキのみ、つまり術者が死ぬか、自力で得意外この空間を壊すのは不可能。だから我がガキの一部を使って出てきた、ガキが弱いからこの空間の維持を代わりに受けるためだ、こうなればガキが死んでも我がいることでガキの蘇生と空間の維持が可能、故に我が何かアクションを起こす必要性はない。あの巨像を壊す、人になんてわからない、どうやって壊すかもわからない、だけど人間を助けるために壊したい。シールドを抑え込まれたか、気配ですぐにわかったぜ、一瞬の隙を俺が見逃すとでも思ったか。我が出て早々こうもすぐに滅ぼされるとは、油断ならんな。次出てくるときは喧嘩売る相手間違えんな、じゃねえとこうやって出落ちの雑魚扱いだ。数年のガキめ、下準備もろくにせずにこのレベル相手数人を、それはどれだけ環境を整えても勝てんな。最後に言っておく、これは無限オーバーときた、一度の過ちから一変一つ残さないって決めている。それにしてもつくづくこと鼻見てやがる、まったくこっちの気も減らねえで。ふん、どうせ見るならとことん。だな。無事帰ってこれたらことはの肩をやるか。絶対に死なせるかよ。ここにいる全員を誰一人かけることなく救ってやる。そうでもしねえと世界最強名乗っても仕方ねえだろう。どうした?この程度で本家を倒したのか?どうなんだ?あ。そう、記憶は余裕だけど角度は余裕ぬ。平成の速さのまだ出てもないし。また正直に正面からやり合ってんじゃねえよ。無駄だと思うならさっさと別の行動に移せばかが。いえ、時間稼ぎです。福読みが入ってきやがったか。旅行、ゲームの混乱状態ってんだよね。どういうつもりだ、このタイミングで裏切るなんてな。裏切り、人聞きの悪い、僕はちゃんと死ぬさ。きっとお前が死んだ後悪名が広まるとともに僕の死も公表されるだろうさ。今後はひそひそと生きるんだぞ。お前みたいなメンヘラと組んでると不安しかない。僕が信用し、組む相手はついさっき見つけた、お前じゃない。組むなんて一言も言ってねえよ。将来的に考えたら組むだろ。そういうことにしておいてくれよ。お前はここで消えてろ。お前、もう天の絵隊長死んでから正義につくつもりなかっただろ。否定はできない。むしろ今は憤りしか感じない。感情は時に自分の正義を見失う。感情に最後まで身を委ねたお前はクールじゃねえよ。そうか、ならさっき蹴ったことは仕方ないことだから気にすんなよ。黙れ悪ガキ、お前の性根は昔から全然変わってないのは分かった。覚悟しろラディウス。最高の戦力を持ってお前を倒す。やはり変わらないな、大勢で少数派を潰す。これが世界正義の真実だ。正義は人を傷つけていい免罪符じゃねえんだよ。来い、お前らの罪と過ち、俺が責任持って正してやる。先輩、ならさばいて閻魔大王のところにでも案内してくれよ、悪魔さんよ。やはりつくよりは厄介だ。反撃したいが、あいつの能力で俺の攻撃が通らない。一番の天敵。やっぱりつくよりは、俺も負けてられないな。こいつはつくよりほど脅威じゃないにしてもこの場で一番の効果力。こいつの攻撃には要注意だ。だがルビートは俺の方が上。こいつは対処できる。どこ見てんだよ。背後を突き込んでた。それの方が早いのに。僕の虚構を忘れるなよ。本来状況を見ながら虚構を作るアシストの方が得意なんだ。僕が戦うと同時に面倒な虚構も作らないと。だから相性悪くて。お前の恩恵を強度中和する物質をやっと完成させた。なんで俺は勝てない。これだけの力を。なんで貴重という力を手に入れてもなおなぜ。オーラは力を使うためのエネルギーだ。戦闘力とも証言をしていた時はあったけど、突き詰めていけば意味は異なる。オーラは使い方を知らなければ力にならない。ゲームでも MP がどれだけあっても覚えている魔法がしょぼくて全然 MP 消費しない技しか覚えてなかったら全く MP が多いというメリットがないのと同じだ。お前はすごいオーラを手に入れた。だがそれを扱う術を知らない以上お前は結局いつものラディウスのままなんだよ。信じてみろよ。お前が変わらないとお前はずっとそのままだ。天の絵効果は生きている。お前が今ここで戦う意味はないんだ。誰が信じれる?どうやって信じる?もう何も。やりましたね。これで相手の空間は壊れました。これで、どうにかなりますか?でも同時に時間もないわ。この空間が壊れたことで元々あった空間が壊れそうよ。任せてください。私が現状を伝えてきます。ご主人、相手の神域外界はコトカちゃんの手で壊れました。ですが虚構迷宮もすでに限界です。避難しましょう。ダメだ、俺はまだいけない。
俺はまだ諦めてないんだよ。ラディウスはまだやり直せる。悪魔になったからなんだ。そんなもの俺たちと大差ねえだろ。俺が絶対に更生させてやる。メリア、命令だ。ここにいる全員を連れて脱出しろ。ここからは俺があいつを説得してやる。ですがどうやって虚構迷宮を抜け出すのですか？それに時間か。カルドラー。お前は残れ。この崩壊している虚構迷宮を抑えろ。わかった。すみません、俺はあいつとまだ話がしたい。だから二人は抜け出してください。わかるな、今4人でやっと戦えている。いいだろう、お前の覚悟、見せてみろよ。聞くよみ。ただし、一度でもこの空間から逃げ出してきたらその時は問答無用で殺すからな。せいぜいお前の正義を試してみろよ。うっす、帰ったら大会の続きだ。世界最強は俺だ。聞くよみ白鵬。ことかちゃん、私に捕まっててくださいね。無事でいろよ、パト。でね。本当に勝てるのか？さあな、でももう後戻りはできない。ここからはただの俺のわがままだからな。あいつは一度絶望したはずだ。楽して手に入れた強さは自身の実力に反映されないこと。何百兆というオーラがあって、神域下界まで使ってもなお、こうやって最終的に追い込まれる絶望を。いいじゃん、人はこういう挫折から成長するんだ。俺がそうだったからな。さあ、成長と次に繋がる舞台も作ったぞ。俺はこの流れでファルドラは死亡したと伝える。お前はどうするんだ？黙れ、勝手に救うとか、上から目線も大概にしろよ。プライド捨てろよ、これで最後だ。もう二度と言わないぞ。天の絵効果は生きている。彼女は今も元気そのものだ。まだいるかー。大会以来だな。あの時は本気出せなかったんだろ。俺もそうだ。なら決めようぜ、俺たちだけで。あの予選の勝敗の続きを。もうお前には負けない。実はもう見えているんだ。点検と動作。あの神域で界が溶けてからだ。しかもここは暗い。おそらく恩恵も起動してないだろう。あいつ本人も光をまとうことを忘れている。進化図解放。アンストッパブル。すごい攻撃だ。もう僕には何をしているのか全然見えない。見えるのはそこにいたんであろうオーラの光の残骸くらいだ。もうこの虚構迷宮は最初から僕が扱える規模を容易に超えているものだ。もって数分だぞ、パト。最後には空間の圧縮。そこまで来るとさすがのパトでも助からないし僕も手のつけようがないぞ。これが結果だ、ラディウス。わかりきっていたことだろ。なんで最後まで信じないんだよ、あんたは。やばい、もう衛星弾も使えない。オーラも進化解放までしたらもうガス欠寸前だ。もう俺に希望を持たせようとするな。そんな優しい嘘が今一番辛いんだよ。嘘じゃないって何度言えば。もういい、よくやったわ。ここからは私に任せて。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。